どうもシャペンです。今回は先日から開催が始まった夜桜さんちの大作戦コラボは12月2日の月曜11時59分までの開催になっております。で、僕いつもコラボの最終考察に関しては、全ての情報が発表されたらやろうと思っていたんですけども、ガチャキャラクターの性能に関しては実装して、使えるクエストがしっかり用意されているとある程度固まってくるんで、これからはコラボの開催の翌日に実装直後の評価まとめやっていこうかなと思います。で、ここでガチャキャラクターの性能をある程度固めた後に、いつも通りコラボの情報が全て発表されたと思ったら、最終考察としてガチャキャラクター降臨キャラクターとかその他諸々を全てまとめた動画を投稿しようかなと思います。ということで、実際に使ってみた感想を述べながら現段階の評価をまとめていこうかなと思います。ご覧ください。まずは朝の太陽&夜桜むつみ SS の演出をご覧ください。どうぞ。主要3種と転送をかぶっている、なかなか優秀なギミック対応セットに加えて、超 AGB と GB ヒラ M によって重力主体のクエストに強く出ることができると。で、さらにこの火力の強化に加えて、全属性耐性や新アビリティの防御力チャージによって耐久力も強化しているというのは特徴的ですね。で、あと友情に関してはブーストで強化できるんですけども、両方とも無属性ということで超バランス型の倍率は乗らず、内容としても超強グロスフィアと電撃弾っていう高難易度のクエストにやってくれてもかなり活かしづらいんで、結構これはもったいないなと感じましたね。で、そして SS の追撃金やボス必中の時間殴りと割合効果が存在しておりまして、多くの状況で火力を出せると。で、これによって現状は空中転移に対応していて、この SS は活かすことはできるんですけども、それ以外の強みは少ないですし、結局転移4ってもう反射が有利なんで、貫通を編成する理由としては、薄墨の全敵毒とか、サムネだとバウンドヒールの回復と SS があるんで、しっかりと価値があるんですけど、ちょっとこのキャラクターは優先して起用する必要ってのはないんじゃないかなと思いましたね。ただしかし注目点としては、この4種のギミック対応セットが直近限定キャラクターのディアボロスと完全一致しておりまして、これはさすがに怪しすぎると。で、しかもこのギミックの対応に加えて、ディアボロスはドレイン M を持っていて、こっちは全属性耐性防御力チャージっていう、これ左目にも強いっていうのは共通してますね。で、あとやっぱりわざわざこのタイミングで新アビリティの防御力チャージを追加した理由ってのが気になるんですよね。別にそんなこれも内容としても壊れてないですし、なんかこれが調整されていて不気味だなとは感じましたね。ただ組み合わせに関してなんですけども、重力は必須として、重力ワープ転送壁するとモンテクリストとかマサムネっていう、これちょっと強すぎる、よっぽどしてないとこの2人強すぎるんで、このキャラクターが活躍するクエストを作るんだったら重力地雷転送壁、他だとヒナディヌとかミカエルとかいるんですけども、貫通だともうこのキャラクターとフォーミュラしかいないんですけどね。ちょうど通常キャラクターですし、反射貫通両方とも有利だよってクエストにある可能性はありそう。ミカエルも貫通変化ありますし、ここでの活躍が一番本命ではないかなと思いますね。でも怖い話としては、この GB キラーって本当に運営のさじ加減ですよね。活躍させようとしたらできますし、止めようとしたらそのエア重力っていう、その敵にまとわせないタイプですよね。あれしたら OK なんで、これがね難しいなと思いますね。続きまして、夜桜恭一郎 SS 杯。転送壁を含むこちらも優秀な4種のギミック対応に、2種の超アビリティと敵将底力で時間殴り火力を強化。で、さらに友情ブーストで強化された友情はプラズマ弾で、なかなか癖はあるんですけども、ある程度の火力を出しつつ、同時に防御アップでのサポートも可能ですね。で、SS の追撃はもうシンプルな範囲割合効果になっておりまして、短縮効果なしの24ターンってのもありますけども、2段階目は約 35% ぐらい出してくれるらしいですね。で、これは昨年のシャドウと一緒で、直近の光レーデスのウィリミスクの鉄製に早くもなっておりまして、で、昨日の夜に降臨したんで実際使ってみたんですけども、ランダム性があるとはいえ、想像以上にプラズマ弾火力出してましたね。結構これでガンガン削っていって、で、防御アップで左目を軽減しつつ、清掃の友情強化できますし、で、清掃の防御弾も消せますからね、SS の。これはしっかり相性を考えられてるなっていう
で SS の割合効果で無理やり削ることも可能になっていたんで、初回の新しい特攻キャラクターとしては十分な活躍をしたんじゃないかなと思いますね。まあ、もちろん崩壊はしてないんですけども、着実に難易度を下げておりまして、実際僕も前回降臨全く勝てなかったんですけども、編成することでもスルッと勝ちましたね。ただこれからまた新しい特攻キャラクター追加されていって、スタメンパーティーから外れる可能性はありますけども、まあ、この割合 SS と防御アップによってもしかしたら生き残る可能性もあるんじゃないかなとは思ってますね。でしかもこれに加えて重力ブロック転送壁のセットには王騎将軍とかアロンズロットアルファが存在しておりまして、この2体かなりスペックは高いんですけども、こちらは現状唯一の割合 SS を持っているんで差別化を果たしている、まあ、なのでここでの活躍の可能性を秘めているんではないかなと思うんですけども、ただこの辺のキャラクターのスペックが活躍する初回テストのクエストってなかなか怖いなっていう、とんでもないクエストになりそうという感じはありますね。でそして最後が夜桜双葉 SS 杯。転送壁含む4種のギミック対応に2種の超アビリティと弱点キラー M によって汎用火力を強化。これは時間殴りに加えてキラー M は友情にも乗りまして、まあ、しかも両方とも水属性で超バランス型の倍率が乗り、内容としてもハイエナジーサークルがあるので非属性に対してはもう雑に強いですね。で SS は自強化部分がない、まあ、触れた瞬間発動するタイプで扱いづらい場面はあるんですけども、どこでも弱点倍率を拾ってくれる仕様とこの弱点キラー M 相性いいですし、噛み合った際はゲージ飛ばしでワンパン狙えるものになっております。まあ、最近だとオイカッツもそうでしたけども、割とこのキャラクターも高い倍率をもらえてる感じはありますね。でそして現状の明確な仕事は空中転移の8でありまして、実際に使ったんですけども、まあ、本当に SS をうまく決めることできれば効果力を発揮できるものでありまして、あれいい配置どこなんですかね。結局僕もランダムというかもう運ゲーでボス1で決めたパターンなんですけども、ワンゲージどころかまあラスゲーの3分の1ぐらいまで削ってくれましたね。ただしかし失敗のリスクがありまして、しかもそれ打つときって多分ランチャーパネル踏まないと思うんで次のターンもなくなるんですよね。まあ、なのでやっぱり比較すると割合 SS で確実に削れるマドカアルファが最適ってのは揺るがないと思うんですけども、まあ、ロマン性はある。本当に決まったときはラスゲーも楽になる可能性が高い、なんならワンパンも狙えると思うんで、マドカアルファの時点テストにはなったんではないかなと思われます。マドカアルファは複数体積めない場合はかなりありがたいキャラだと思いますね。さらにこれに加えた他にもアブフィッシャーや空中転移のテストにもなっておりまして、まあ、ちょっとやっぱ SS が扱いづらい、自強化部分ないんでそれが難点ではあるんですけども、まあそれでもこのアビリティとか友情影響して時間殴りとかで火力出しやすいですし、ある程度の貢献が可能になっております。逆にここまで仕事を獲得していると、まあ、新しい明確なテストで取る可能性ってのは低そうですね。まあ、可能性としてはこの SS が神谷クエストが来たらという感じになるんですかね。という3体になっておりまして、まあ、評価としては、まあ、ビリメスクでの活躍と今後の王騎将軍アロンズアルファルートも考えて、でスペックとしてはまあ割合 SS 結構パーセンテージでかかったですし、夜桜京一郎が大当たり枠になっているんではないかなと思われます。で夜桜双葉に関しては空中転移80アブピッシャーの手数になっているんですけども、どれも最適クラスではないと。なのでこのそれぞれのクエストに今困ってるかどうかで評価は大きく変わってくるんではないかなと思われます。でそして朝の太陽&夜桜睦巳はもう完全将来性枠と言わざるを得ない状況。空中転移4に関してはちょっと優先しづらいですし、今のところの使い道は少ないんですけども、まあ、ディアボロスとの共通点で、そして調整されたスペックなどから校内のクエストの初回で活躍する可能性ってのは高いんではないかなと思いますね。まあ、一番早いのがレイゼスですかね。それでも来年の3月か5月、結構時間はかかるかもしれないですね。でということでガチャ全体の評価としては、朝の太陽&夜桜睦巳が、まあ、期待値高めの将来性枠で、夜桜京一郎は直近レイゼスで生活ある程度の将来性も兼ね合わせている。でそして夜桜双葉はレイゼス空中庭園で、まあ、現状の活躍が多いっていう、結構もう枠組みがしっかりしているんで、まあ、判断しやすいんじゃないかなと思いますね。でやっぱりその空中転移8とベリミスクっていうのも手数幅がめっちゃ狭いんで、そこにハマってるキャラクターを同時に狙えるというのは優秀な話ではないかなと思われます。まあ、ただ逆にマイナス意見としては、まあ、おそらくなんですけども、多分これ上回る空中転移8とかベリミスクの手数は控えているんじゃないかなと思いますね。結構この2つのクエスト割と悲惨な壊れ方をするんじゃないかなと僕思ってて、これまで初回難しかったクエストって大体結構やばい壊れ方をしているんで、まだ誰かが潜んでいるんではないかなと思いますね。なので現状空中転移8ベリミスクに困っていない、もしくは、まあ、もっと楽になったらやればいいかと思ってることに加えて、今後のコーナルクエストの初回クリアにこだわってない場合、これも最初様子見で後から追加されるキャラクターでやりゃいいかと思ってる場合はスルーしてもいいガチャではないかなと思われます。まあ、本当にこの時期はさらにオーブは慎重に使いたいですからね。であと今回星5キャラクターに関しては夜桜シオンがツインインボリュートスフィア獲得しておりまして、まあ、パッと見のインパクトはあるんですけども、夜桜剣具も味方の友情ブーストの倍率を乗せて話しつつ、ギミック対応に関してもクエストで最初から展開されることが多い重力転送壁に地雷っていう優秀なセットになっているんで、しっかりとどちらも確保しておくべきではないかなと思われます。で
そして1個注意点としては、先日開催されたログインプレゼントビッグを皮切りに、来週と再来週にも何かしらのログインキャンペーンが開催されることが発表されておりまして、これでもしかしたらオーブが入手できる可能性があるんで、このキャンペーンを待つってのも手ではないかなと思っております。これでもログインキャンペーンということはログインで完結することに縛ってるんですかね。だからお好みルーレットとかはないんかなっていう、その辺も気になるところではないかなと思います。ということで現段階のガチャキャラクターの評価でございました。でここから追加情報とか発表されると思うんで、全て来たと思われたらそのまとめと、あとガチャキャラクターに関しても最後の振り返り、最終考察をするという流れにしようかなと思っております。よかったらコメントの中、皆さんの現段階の感想とかありましたらどんどん書いていただけると嬉しいです。あと1000チャンネル登録していただけると、こんな感じの動画投稿が待っていくんで、よかったらしていただけるとモチベーションつながりますんで、よろしくお願いします。今回もぜひ、ではご視聴ありがとうございました。さよなら大作戦。